平吉武邦さん作曲、虹のリズムより見つけられたいたずらという曲を初見でおととりしてみたいと思います。見ていいかな、まあ、小曲だからね。軽く弾むようにドとファがシャープ4分の4拍子。わーわーわー、そうか、途中でついたり右で左手なのかな。あ、そう、はい、じゃあちょっとやってみようか。ゆっくり行こう。いたずら、可愛らしい感じかな。ゆっくり弾いてみます。あ、じゃあレ、レ、レ、サ、低い、これちょっと待って、ラーソーファーミーか、これで見つけられてるわけか、ちょっといろいろ出てくるんだね。あ、ラー、いたずらだ、いっぱい出てくるね。ねえ、あ、これ面白い、面白い。これ弾けるようになると複雑に聞こえるよね。すっごい凝っておしゃれな曲に聞こえるけど、しっかり練習したら面白いよね。あー、そうか、なるほど。というわけで、見つけられたいたずらという曲でした。